はいみなさんこんにちはノアの箱舟の時間ですランランとカンカンがお送りしていますこの番組は一般社団法人ビクトリーチャージの提供でお送りしていますどうぞ皆さん今子育てシリーズやってますからねお母さんたちぜひ聞いてくださいとっても楽しいですよでためになる話がいっぱいあると思いますからね参考にしてくださったらいいなと思います また子育てで悩んでおられるお母さんたちですね、またお父さんもそうですけども、何かのヒントになればというふうに思っています。そして、今はですね、育児休暇というのは男性も取れるようになりました。だから、まあ子供をですね、1人とか2人とか非常に少子化が進んでますので、そういう意味では大事な子供をどうやって育てたらいいんだろうって、おそらくお子様をお持ちの皆様は100%迷われるのではないかと思います。 私たちは5人の子供を育てましたけども実際本当に迷いました、えー、問題にぶつかりましたそれでいろいろ勉強したらいつの間にかテキストが出来上がってしまってたんですねいやーびっくりしましたね、えー、そんないいことがあったので皆さんとお分かちしたいと思いましてですね、えー、この子育てシリーズ今お話をしてます、えー、今日はですねインターネットをこうやり見終ったら子供をやる気にする方法というのを 見つけまして本当だなと思ったんですね私たちが今回テーマとして選んでいるのは「健やかな心を育てる」というところなんですけども <laughs> 健やかな心をどうやって育てたらいいのかというのはまずやるる気のあるですね自分から率先していろんなものを積極的にやってこの伸びていくというのが一番いいんじゃないかなと思いますね。自分の好きなことをやってて成長していく そして能力を高めていくっていうのが一番いいような気がします。えー、やる気のない子供、無気力のない子供、お無気力な子供、無気力な子供ですね <laughs>、えーそ。それはちょっとやっぱり自分の子供がそうだったらなと思うとちょっと辛いですよね。静かな子供ではなくて無気力な子供はもう何にもやりたくないっていうね、えー、そういうようなすべてのことに無関心っていうのはちょっと寂しいなと思います。 それよりももっと楽しいですねやる気のあるやりたいことがもうはっきりしてるもう目標をすぐ見つけることのできる子どもそれだったら今の受験競争とかいろんな競争社会の中でも楽しく生きていけるんじゃないかなっていう気がするんですねやっぱり私も子どもはみんなあののびのびと楽しく生きてほしいなと。 いろんな問題にぶつかっても涙することがあったとしても本当に自分はあの楽しくて生きてるお父さんとお母さんと出会ってその子供となって「よかった」と大人になって思えるようなそういう子供に育ってほしいなという気がします、えー。やる気のある子供にするにはどうしたらいいかっていうのがいろいろあると思うんですけどね、えー、まずお母さん。 ですね、お母さんがあ子どもにとってはですね、えー、この親としてまた関わっていく人間としては一番最小の存在だと思いますね、えー、生まれた時にお母さんが生まれるからですからもう当然ですですね助産婦さんや看護師やまたお医者さんやそういう方とも会うんですけどもお父さんは出産が終わってその後ですね出会うのはだからちょっとお父さんとお母さんとの出会いは子どもたちにとってはギャップがあります それでまず重要になるのがですね、えー、お母さんは0歳から3歳まではお母さんとの関わりが非常に深いということでそのことで0歳から3歳、まあ、母親はどういうふうに接したらいいかっていうようなことを少し語っていければいいかなというふうに思います。<laughs> それで、えー、今日はですね今いろいろありますけれども、えー とりあえず、私たちの,この子育て、まあ、聞いてもらって、えー、もし興味がある方、もっと悩みを相談したいとかですね、えー、また私たちは癒しの祈りとかもやってますので、えー、癒しの祈りしてほしいとかですね、人生のカウンセリングしてほしいと思われる方は、098-836-1310までお電話をお願いします。よろしくお願いします。それでは、あの。はい。 えー、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは7 9 7 a m k f m g n o 1 c o m また、FM ギノワンでは、ユーストリームで、ツイキャスで、ツイキャスと、また、ユーストリームを見ることができます。えー、FM ギノワンのホームページから簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。えー、ただいまもね、ツイキャスに、かずきさんからおはよう、初ですというメッセージも届いています、えー。皆さんのツイートもお待ちしています。ぜひ楽しんでください。 えでは、ここで一曲お届けいたします。えー、グロインアップタマウタのアルバムの中からみんなで賛美しよう。 前回は広島の方からねツイキャスのコメントいただきまして本当にありがとうございます全国でいろんな方が見ておられて私たちにとっても本当に励ましになりますねもうびっくりしました沖縄のお雑煮はと聞かれた時にもう沖縄のお雑煮なんか食べてないというかバレちまってねバレバレで <laughs> もううちのかみさんなんかあのいや困ったなどういうふうに返事しようかっていうのに悩んだと思いますけどねカンカンさん沖縄の料理についてなんか うん一番好きなのなんかありますか？好きなのっていうかできるのは少しだけありますねゴーヤーチャンプルおーおおいしそうですね豆腐入りチ豆腐入りチ豆腐入ればいいんですね <laughs> <laughs> なるほどね <laughs> そりゃいいな。<laughs> かまぼこいっぱい,おい。お吸い物みたいな。お吸い物で、かまぼこいっぱい入れて、やる料理ってなんだっけ。ああ、林さんもあんまり知らないみたいですね。<laughs> あれはね、簡単ですけど。<laughs> 子供たちもみんな好きじゃないですよ。<laughs> <laughs> 一回作ったけど、もう作らなくなりました、うん、いや、僕はやっぱり、あの。えー、沖縄そばですね。沖縄そば、美味しいです。ですね、特に、早期そば、すごく大好きですね。 沖縄に夏に、一番最初に今から31年か2年ぐらい前に来た時に、こんなにおいしいものがあるのかと思ってびっくりしました。もうそれで沖縄 ノア、えー、の,の箱舟の時間です。皆さんよろしくお願いします。えー、このノアの箱舟はランランとお送りしております、えー。この番組は一般社団法人ビクトリーチャーチの提供でお送りしております。えー、また悩みの相談、子育て相談、いろんなですね、えー、病気になって、えー、治らないかしらって、えー、思っていらっしゃる方、私たちは病気の癒しの祈りもしますので。えー 電話をくださればご相談に応じます,です,です、ねえー、それでは先ほども言いましたように、えー、お母さんですね子育てお母さんどのように関わるかということで、えー、男と女というのはあの脳が違うんですよね、えー、脳が違って、えー、それで子育ての役割もそれぞれ、えー、違います お母さんの非常に重要な役割はですね実は0歳から3歳までが非常に重要な役割を果たしますですね2歳までは赤ちゃんにとって最も大切なものはお父さんよりもお母さんとの関係ですですからでお父さんじゃ何するのということになりますけどお母さんのサポートですねそれをしっかりやらないといけません じゃあ俺は関係ないんだとこうそういうふうにですね突き放すのではなくてお父さんのサポートがないとお母さんはあの0歳から3歳までの子育てをですね集中してやることができないんですね。で赤ちゃんはお母さんに抱かれてお母さんの肌のぬくもりと呼吸や声の調子などを感じるところから育つんですねだからお母さんのそのマインド心の状態ってすごい大切なんですよ。 だからお父さんがその時に優しくしくてあげる子育てでいつもです、ね、子どもの泣き声とか子どものぐずりとかです、ね、もうどうしてこの子はこんなだろうということでイライラしてストレスが溜まっているお母さんをです、ね、そのキュートな心でお父さんが支えてあげると、はあ、私、こんな子育てで悩んでるけどもこの夫と結婚してよかったわなんて思わせるとすごくいいですね。えー、そううするととと何がいいかというと 子育てにに非常にい,い影響を与えるんです、えー、お母さんの感情がですね乱れてイライラしたり怒りっぽくなったりするとですね、えー、そうすると、えー、実は子どもの中に心の中にその悪いものが形成されてしまうということがねちょっと大きいんですねだから是非お父さん頑張ってお母さん支えてあげてくださいですね。 で、この0歳から3歳までの時期というのは、あの、非常にお母さんと子供のスキンシップが非常に大切ですね。これが今一,一番大きな要素,要素だと言えますね。この時期のお母さんと赤ちゃんとの関係は、共感の関係と言いますね。共に感じるですね。それには、もちろん先ほども言いましたように、お父さんからのサポート。 えー、なぜかというと男は母乳をあげることはできませんです、ねえー、お父さんも母乳をあげられたらいいんですけどね、えー、それはどうしてもできないんですね、えー、いたらちょっとおかしいので病院に行きましょうね、えー、はい、えー、それで、えーまあ、スキンシップもですね、えー、男のゴツゴツした体や皮膚の感覚はあの母親とはあの違うんですね だからおむつを変えたりとかミルクをあげたりすることは十分できるとは思うんですけどもそのスキンシップはやっぱりお母さんを中心にっていうことになると思います。その後お母さんとの関係も確立され兄弟や近所の赤ちゃん友達にまで広がっていきますけども赤ちゃんにとって他者というものが自分の中に入ってきて自分と他者との関係が区別が作るようになるにはですね 実は2歳ぐらそれでまあ3歳ぐらいからぐらいまではですね母子関係母子関係ということが非常に重要です沖縄では母子家庭が多いというふうに伺っていますがあのそういう意味では是非離婚する時は3歳過ぎてから <laughs> やられたらいいかもしれませんねそれまではまあご主人も頑張って夫婦ともども頑張って 子供のですね、えー、感情や情緒のベースになる、この0歳から3歳までの間を非常に大事にしてあげるといいようなあの気がします。もちろん、えー、子育ては親、片親だけでもできるんですけども、それは不可能ではありません。だけど、大変な努力が必要ですね。ですから、夫婦で力を合わせてやるっていうのが、あの昔からの <laughs> 大事な法則であります。 ですからまあこれにのっとってやれると非常にいいと思いますね、えー、父親はじゃあいつごろ登場するのということになるんですけども父親はだいたい3歳から6歳ですね三、えー、3歳と6歳の時に、えー、このお父さんの役割というのはとっても重要ですですねもともと外にですね、えー、狩りに出て獲物を取って帰ってくるというようなですね生活を昔はやってたと思うんですよ、えー <coughs> そういうようなやってた男性がですね、今や社会や仕事の中で、他人との中で共存していく能力を教えていくっていうのがお父さん、男性の役目なんです。だから社会との共存というのは、外で一生懸命働いてるお父さんの方が向いてると思いますね。だからその役割をきちんと子供に教えていくですね、感じさせていくということが、父親としての大事な働きだと思いますね。 お父さんがいろんな問題の防波堤になっているというところをまた見せつけてあげるこれも3歳から6歳の間にですねやるということそして自分のお父さんは強いなとかですね自分のお父さんってかっこいいなということを子どもにこう信じさせてあげるです、ね、それがすごく大事です。 真実かどうかということは考えないでお父さん、自分のお父さんは強いんだというふうにね、教えてあげることは非常に大事ですね。そういう意味では、ここで父親像をどう作るかということはお母さんにとっての役割非常に大きいんですね。父親像というものは母親によって子供のうちに形成されていきます。だからお母さんがこの子供にどういうお父さん像を持ってもらうかということはお母さんにとって大切な認識ですね。 えー、ですからお父さんは強くて優しくて愛情に満ちてみんなを守ってくれてそして勇気があるいうですね、えー、そういうようなお父さん像をですね、えー、作ってあげていくことは非常に大事なことではないかというふうに思います <laughs> まあ3歳から6歳の子どもというのはすでにお母さんあ共感のコアになるベースを作っていますつまり信頼関係ですね これが0歳から3歳の間に出来上がっていきますのでこのコアをコアになるベース信頼関係の上に実はやってはいけないことをして叱られた時に一時的に泣きわめきはしてもですねなぜ親に叱られたかということを子どもは理解するようになります。 社会の中で折り合いをつけなければならないときに、その折り合いをつける枠のようなものにお父さんはなってあげられるんですね。だから、お父さんがもう許してくれたからいいとかですね。もうお父さんがもう大丈夫だと言ったからもう大丈夫なんだよとかですね。えー、最後に、そのお父さんがこう言ったから、お父さんがこうしてるからというような、そういう枠組みですね。 これは最初の社会的枠組みになりますそれを完成として子どもがこの身につけなければならないんですね。しては自分たちにはしてはいけないことがある大人の世界ではやってはいけないということがあるんだということを父親によってこの枠組みがなされていくということは重要なんです。その結果子どもはですね自分と他人の区別がつくようになります。 また自分以外の人との区別がつくようになり、えー、兄弟や幼稚園や保育園に行った時の,あの人間関係というものがこうできるようになっていくんですねそして、えー、この結果ですね、えー、子どもは一人で生きられないことを知って周りとの協調性を身につけながら心身ともに健康にすくすくと育っていくようになります、えー、もちろん保育園とか幼稚園に行ってる子どもはそういう社会性を学ぶわけでありますけれども そこだけではなくて自分のです、ね、生き方の一番ベースとなった人間関係の始まりとなった母親との信頼関係をベースに父親という枠組みの中で他者との関係を理解していくということがより重要ななことではないではいしょうか私たちにとってです、ね、そのことはすごく大事なことのような気がしますね。また子ども部屋っていうのが ね、あのまあ理想的に子供部屋があって子供はそこで勉強するというようなことがこうあ,のあると思うんですけどもできるだけ自分の家には子供部屋が欲しいなとお父さんとお母さんはですね考えるんですけどもそれが結構ですね実は子供部屋があればいいというふうに考える両親はですねもう一回ちょっと見直してほしいと思うんですね。えー その成績優秀な子どもというのはですねどこで勉強したらどこで本を読んだらどこで遊んでいたらそういうですねあの頭が良くなる子どもになったのかっていうことを調べてみますとなんとですね台所でお母さんが一生懸命仕事をしているそばで本を読んだり、えー、ですね勉強したり字の練習したりお絵描きのしたり本を読んだりまあそういう友達ともですねもう いいわゆるるる母親がいるところで勉強する子供って成績優秀なん実は、ね、首都圏の有名な私立中学に合格した子どもたちのいる約200世帯を対象に子どもの勉強関係を調査したところですねなんと成績優秀な子どもたちは自分の部屋ではなくて台所やリビングなど家族と同じ空間で勉強しているということが判明したそうです。ですね えー、勉強部屋イコール子ども部屋というイメージがありますがそれは子どもは一人の空間に押し込められて勉強しなさいと言われても難しいんです子どもにとってリラックスできて集中できる空間ですねこれ大事ですねこれ皆さんよく考えてください子どもにとってリラックスできて集中できる空間それはですね子ども部屋じゃないんですよ一人でゲームができる場所親に黙ってゲームをできる場所そういうところじゃないんです 親子のコミュニケーションができる共有空間。これですね、えー。自分の空間ではなくて、子供だけの空間ではなくて、親子との共有空間。ここが、実は子供が集中してものを覚えたり感じたり、えー、自分自身をですね、こう、高めたりっていうすることのできる一番最適な環境なんです。だから、共有空間を作ってあげるということが非常に大事ですね。 ぜひお母さんたちあのうるさいかもしれませんけど面倒くさいかもしれませんけど自分のいろんなこと仕事途中にですね子どもがいろいろやってくるのは本当に大変だと思いますけどできるだけ子どもがお母さんを見ておられるような距離 この子どもからお母さんが見える距離で仕事とかいろんなやったり子どもに遊ばせたりですねまたお母さんがいる移動する時にはできるだけ近くに子どもを移動させながらいろんなことをさせていくとれですね非常にこの安定した最初のですね上層教育が完成するように思いますですね。 実はテキストに書いてあることを少しやらないといけないんですが、ちょっと読んでいきますね。えー、あ、もう時間かなそうですね。えー、っと、十五分あと45秒ありますね。はい。あ、終わり、はい、あ終わりって。あ、終わりって <laughs> 大。大事なセッションが終わりましたので、それではミュージックに行ってみましょう。はい、はい、それでは1曲お届けいたします。えー、グロインアップの 中から立ち上がるとき。 はいこんにちはノア、えー、の,の箱舟の時間ですランランとカンカンがお送りしていますこの番組は一般社団法人ビクトリーチャーチの提供でお送りしております、えー、悩み事の相談ですねゼロ九八八三六一三一ゼロまでお電話ください、えー、それではあカンカンさんの方からですねちょっと適当呼んでもらって、えー、先ほどのですね、えー、子育ての私のお話について、えー、コメントをさらにいただきたいと思います。 <laughs> はい、健やかな心を育てる、赤ちゃんが生まれ、すくすくと育ち、いつの間にか幼稚園、そして小学生、中学、高校、大学を経て、社会人、その後、お父さんとお母さんと似たような人生、平凡だけど幸せが詰まっている人生、そのような人生を送ってほしい、親の願いは自分よりも幸せにと願うものです。ところがそうはいきません、どうしてでしょう。 いつの間にか自分が願わない方向へ子どもが進んでいく時に親は団長の思いを経験するものです。お腹を痛めて産んだお母さんにとって悲しみの子に涙をプレゼントされるということもあります。どうしてそうなるのでしょう何が間違っていたのでしょう、えー、子どもの教育としつけで抜けている部分があったのです。 それは心を育てることです0歳から6歳までの子どもはだいたい親の目が届きます。しかしそれから先は親の手をどんどん離れていきます。そして知らぬは親ばかりという事実。それゆえに幼児期の時ですね。心を育てることに目を向けなければなりませんね。えー、っとまあこの子どもの心を育てるということにおいてですね。 えー、健やかな心を育てる方法の一番大きな要因っていうのはやっぱり夫婦の一致だと思うんですよね先ほどもちょっと話してたんですけれどもあ0歳から3歳まで子どもを育ててるのは本当にお母さんですね。 あのお父さんのお手伝いも時々あってもほとんどはお母さんがしてますね。ですからお母さんの情緒を安定させるってことはとっても大切なんですけれどもこのお母さんの情緒を安定させることができるのは実はご主人なんですね。えー、だから、まあ、今若いお,お父さんたちはよく子育てを一緒にねあの手伝って。 えー、育児休暇もご主人も取れるようになってる会社もありますよねで一緒に育てるっていうことができたらもう本当に、えー、最高だなと思うんですけれどもまあ正直な感想としてはそうそうそういうことをしてくださる男性はあまり多くないほとんどの男性はやっぱり自分の仕事に一生懸命だと思うんですよね私はもう仕事も家庭も両方上手にできる人っていないと思うんですよ であの家庭のことを一生懸命するご主人は大体仕事はそんなに一生懸命じゃないかなってそんなに重要なポストにはついてないと思うんですよね。うんうん、で職場で重要なポストについてる男性は <laughs>、まあ、家のことに心を使うってことがなかなか難しいと思いますね。人間ってあんまんまりそなに えー、器用じゃなくてやっぱり一つのことを一生懸命やる、うん、だと思うんですね。ですからあー家のことを一生懸命してくださらないご主人を持ってる方は奥さんはやっぱり一生懸命外で働いてくれているっていうことを感謝する方が私はさいいかなというふうに 思いますねあれもしてくれないこれもしてくれないくれない病っていうのがあるんですけれども <laughs> <laughs> くれない病にかかると、ね、どん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 あのそれが、ね、増幅していってねあれもこれもそして、えー、いい人ばっかり見てねあの人はこれをしてくれてるのにうちはしてくれてないっていうのね、えー、そういうのがどんどん膨れ上がってそして不満いっぱいのお母さんになって子どもにやざったりするという悪循環に陥ってしまうので。 えー、してくれないご主人の場合は他にしてくれてることを見つけてですね仕事を一生懸命してくれてる、えー、だから感謝というふうにしていくことが大切かなっていうふうに思いますねで母親の情緒安定、えー、のためにはあやっぱりお母さんの情緒を安定するために精神的な支えが必要ですねで、えー、私の場合は信仰を持っているので 祈るそして聖書を読むというところからいつも安定をもらいましたね、えー、ランランさんに助けてもらったっていうことも,もうたくさんあるんですけれどももともと私欲張りなので <laughs> 不満がいろいろ出やすい誰でもそうかなと思うんですけど聖書を読むといやいやそうじゃないでしょって神様から。 示されてですねあそうだな私欲張りになってたなって自分が反対の立場だったら違うなっていうふうに思って感謝をするっていうふうに変えられていきましただから自分がどういうふうに自分の情緒を安定するかっていうのはあー方法を見つけないといけないかなっていうふうに思いますねうちの娘の場合は私に電話してきますね <laughs> <laughs> 私に電話をしてきてガン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 文句不満 <laughs> いっぱい言いますけどまあ私がいろいろ話をしてなだめてえだけど感謝しようねっていうふうに言うと「分かった!」みたいな感じ <laughs> 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 えしてますけれどもねどっかでね自分の情緒を安定させるっていう方法一つ獲得しとかないと難しいかなっていうふうに思いますね,すね。娘,は娘も一応信仰を持ってるんですけど、うん あの神様に直接力を頂い,いて、えー、慰められて進んでいくという方法をもっと成長させていってほしいなというふうには願って祈ってはいますね。えー、それからですね自分をコントロールする訓練っていうのがありましてそれは我慢をするということなんですね。えー、子どもに対しても同じですよね我慢をさせる。 で私はもう現代っていうのはすごい便利な時代になってますけどかわいそうな時代になってるなっていうふうに思うんですね。それは何かっていうと我慢しなくても済む時代ですよね寒かったら暖房をつける暑かったらクーラーをつける、えー、歩くのが大変だったらタクシーを呼ぶ車に乗,乗るですねえー、っとエレベーターに乗る。 我慢しなくても頑張らなくても済むという状況がすごいたくさんありますよね。だからあの今の時代というのは我慢させようと思ったら我慢する状況を親が作ってあげないといけないと思うんです。子供に対して。でこれがなかなか難しいなっていうふうに思いますね。であのやっぱり。 食事をするにしても何にするにしても今はすごく惣菜持ってるしインスタント、ね、食品もすごくおいしくなってきているから我慢しなくていいんですよ本当にだから親も我慢しなくていいから当然親も我慢しなくなってきて、ね、子どもに我慢を教えるっていうのはすごい難しいと思いますだけど我慢できない人間が多くいるところは刑務所なんですよね <laughs> ああ <laughs> だからいかに我慢するってことを教えるっていうのはすごく大切だと思いますので聖書の10回でも教えられているんですけれども、えー、私たちは我慢をしないといけないっていうことをまず自分に課してですね、えー、状況がそういう状況ではないので自分が我慢するっていう状況を作ってそして子どもにもそのことを作っていかないといけないかなというふうに思います。えー とですね、それから子どもに愛情を注ぐというところにおいては、まあ、あの間違いやすいのは過保護ですよね。え子どものためにと思って子どもが本来しなければいけないところを親がしてしまうということがあります。愛情を注ぐことをを子供のすててに口出しをして出しししる、えー。これが間違いですねこれは盲目的な愛で目をしっかり開けて子どもにとって必要なものを見分けて与えるということです。 ととといいいいうこがが必要だと思ままますすす何ででも子供が欲するままに与えてはいけないですね、えー、自分たちも苦労して、えー、獲得してきたものってあると思うんですけれども自分がすごい苦労した人ほどですね子どもには苦労させたくないと思って与えてしまうという危険性があるんですけれども苦労して自分のものにするっていうのはすごい大切なことなので子どもにもそういうふうにさせてあげると。 え親は我慢する <laughs> 簡単にここで手を出したら楽なんだけど我慢するというところがすごい大切だと思います収穫後の新芽摘みをしまうする木はよく実を結びますよねほったらかしにしとくと実を結ばなくなってしまいますけれどもそのように何が必要で何が必要でないのかということを親が見て親が賢くならないといけないというところがあると思いますで なかなかあの残念なことに結婚とは何かっていうこともあまり学ばないし子育てっていうのもあのこうすればいいああすればいいこれがああいい子育てですよって本はちまたにいっぱいあるんですけれどもああ自分をどうするかっていうことはなかなかないかなっていうふうに思いますね。子供と自分ととと自自自分分分のの関関係係夫でをどうするか これがすすごいいいいやっぱ大きいかなっていう,ふうに思います、ね、で子どもも自分を育てるために神様が与えてくださった存在だなっていうふうに私は思いますしね、えー、いろんなその摩擦圧力、えー、の中で本当に私があの育てられてきたなっていう感覚が大きいですね。えー、そんな感じですね。 これのとこと <laughs>、まあ、テキストからテキストを大体かいつまんで <laughs>、はい、ありがとうございましたんですけども <laughs>、ねえー、今回ですね心を育てるっていうことはあの健やかに育てるということは2回にわたってやっていきたいと思いますが、えー、今日はその第1回目ですけどもですね、えー、さらにまたテキストの内容について私の方で後では来週までやりたいと思いますけどもえー、っと実は子育てはですね えー、西洋式育て方っていうのが、まあ、一時流行りまして、えー、一組か姉妹ですね親子が密着しすぎるのは良くないと言われまして23歳の時からですね今ではまあ親子のコミュニケーションがとても取れない育児方法はま誤ったものというふうにアメリカでもされています。 ですねえー、だからこの一時流行ったアメリカ流のやり方っていうのは良くないんですね、えー。これはまあ物質的豊かさを手に入れようとした日本人も西洋文化の影響を受けまして個人主義を取り入れようという理由から幼い子どもにベビーシッターや個室を与える傾向にあります。えー、ですね。 家族の間のコミュニケーションが取りにくくなってしまっていますね。そもそも私たちの祖先は外敵から身を守るために家族全員が寄り添うように寝てきたはずです。えー、我が子の態度ですね、えー。そういう様子をきちんと読み取って的確なアドバイスを与えてやるには日頃のスキンシップが大変重要ですね、えー。母親と分離されている時間が長ければ長いほど 赤ちゃんや子供のスストレスは大変多くなります育児放棄された子どもは大人になった時に、えー、感情を安定させる脳内物質セロトニンの分泌量が少ないという傾向があります赤ちゃんはやはり母親の体にべったりとしては肌を合わせて、えー、呼吸を感じながら育つというのが理想的ですね、えー、そうすれば心のバランスを欠いて 怒りを抑えられずキレたり鬱になったりする子にはならないと言われていますだからあーキレる子供ですねキレるっていう言葉は以前流行ったんですけどもキレる子供はやはり、えー、この母親とべったりとしたっていう関係を0歳から3歳の間に持つことができなかった子供に多いのではないかというふうに、えー、思いますだからそういう意味ではですね やっっぱり怒り怒ぽい傾向ですねうちの中にある強い怒りそれは0歳から3歳までの間に母親との,その信頼関係を築くことのできなかった,できなかったその心のストレスが一番大きな重要になる可能性がありますもちろん全てのです、ね、切れる原因がそこにあるというわけではありませんがそういう傾向の子どもはですね やはりその可能性が非常に高いと言えるでしょうだから私たちはあ特にこの0歳から3歳までの,その子育てっていうことをですね、えー、その後のその親子関係それをですね、えー、ゲームを与えたり物を与えたりすることによって解決していくのではなくてうるさくてもいいからあの、まあ、うちのです、ね、相棒カンカンさんがそれは現実的に非常に厳しいという,うに言っていましたけども。 でもそういう厳しさの中で、えー、その子どもをできるだけそばにうるさい子どもを置きながらストレスを感じながらこれは子どもにとっていいことなんだ、えー、こういうことによって子どもは健全に育つんだという強い意識をです、ね、この自分に問いかけながらです、ねえー、我慢をするということを先ほども言われていましたけども、そういう我慢をしていくことができれば非常にまあいいのではないかなというふうに、えー、私は思ったんですけどね。 えーまあ、ぜひ、えー、多くのストレスやあです、ね、困難を感じるお母さんの見方お父さんの見方にちょっとしばらくの間です、ね、何週間かの間やっていきますので頑張っていきましょうそして、えーまあ、カンカンさんの話を聞きながらやはりこのご主人からのサポートを受けにくいという理由はです、ねえー、私はやっぱり自分が夫として、えー、そういえばそうだったなという気がするんですけど。 おそれは自分の頭の中に知識としてですね。子育てしている。その0歳から3歳までの間にその父親となった。夫はそのそのお母さんとなった。妻を支えなければならないんだっていう意識がなかったんですねそれよりもどうして子供ばっかり面倒見て、俺のことはほっとくんだというような気持ちが強くてえ、2番目の子供になっていたような気がしますね。 でも前からやっぱりそこが自分の知識として入っていればあ今は俺がやっぱり支えないといけないんだというふうにです、ね、夫の方が思って、えー、大丈夫かいとか声をかけたりおむつぐらいじゃあ僕はあの変わった方が君の支えになるかなとかですねやるということですねまた仕事人間の男性にとってはですね子育ての一部は自分の仕事なんだと思うことが大事です。 ここの会社でやってることだけが仕事ではありませんだから会社でやってる仕事だけでなくて仕事の延長線上に飲み屋での付き合いとかですねゴルフ行ったりとかいろんな接待とかこれも仕事なんだというふうに仕事人間の男性は考えがちなんですけどもそれと同じように子育ての一部も自分の仕事なんだというふうにこの考えですね発想を転換していくということが非常に大事なような気がしますね。 えー、それではあコマーシャルコマーシャルの方音楽に行ってみましょうすみません <laughs> それではここで一曲お届けいたします玉唄の中から、えー、今ここに でではお祈りの時間です今日の話を聞いていて、えー、心の中に痛みを覚えた方がいらっしゃるでしょうか自分で自分を攻撃している方がいらっしゃるかと思うんですけれども聖書はこう言っていますあなたを作り出した方主はこう仰せられるあなたを形作った方主はこう仰せられる恐れるな私があなたをあがなったのだ私はあなたの名を呼んだあなたは私のもの あなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共におり川を渡るときもあなたは押し流されない火の中を歩いてもあなたは焼かれず炎はあなたに燃えつかない私があなたの神主あなたの救い主であるからだ神様がいつも私たちを見ておられます私たちが神様に手を差し伸ばせばいつでも主は私たちを助けてくださいます この主が私たちを助けてくださり、私たちの心を癒してくださいます。お祈りしましょう。天皇と様、感謝いたします。いつも自分を見て落ち込んだりしてしまいますけれども、あなたは私たちが、私が自分の弱さ、愚かさに気がつく前から、あなたは私の弱さを知り、私の愚かさを知っておられました。それでもなおあなたは私を選んでくださり、私を救ってくださいました。 ですから主よ、あなたに目を向けます。自分で自分を攻撃すること、自分で自分を攻めることをやめます。それは主よ、あなたがすでに私を許してくださっているからです。あなたの許しを受け取ります。えー、私の受けた、 私の傷ついている心をあなたが癒しまた健やかな心で立ち上がりあなたが私に与えてくださった使命を全うすることができるように力を与えてくださいあなたが私と共にいてくださり水の中も火の中も共に歩んでくださることを約束してくださっていますからありがとうございますイエス様あなたの恵みあなたの助け心から感謝をします あなたにより頼みますあなたの癒しを受け取ります道徳イエス様の皆によってお祈りいたしますアメンアメン、えー、ラジオを聞いてくださって皆様本当にありがとうございます皆さんの中に、えー、良い訪れ癒しそして健やかな人間関係そして、えー、お子様をお持ちの方は良いしつけと教育ができることを心から願っています、えー、それではまた 来週お会いしましょう。また来週。の